ドロシー、ついてきてくれてありがとう。どうしましたか、キリト。召喚に何かご用でしょうか。まあ、実はドロシーに頼みたいことがあるんだ。ひょっとしてオブシディア城の地下にある迷宮のことですか。ね、その通りだけど。おお、待ってましたよキリト。召喚にも声をかけてくれるなんて光栄です。え、光栄。当然です。シャスター様とリピア様が挑んだものの、奥へ進むことも不可能だったという難所だと聞いています。召喚としてはお二人に代わり必ずや突破したいと思う。なるほど、そこまでやる気になってくれるなんて。こちら、はい、召喚に声をかけてくれて感謝の極みです。ああ、助かる。召喚はいつでも行けますよ。わかった、こっちだドロシー。ここが迷宮の入り口だ。入り口？あの扉。なあ、普通の迷宮とは違ってそこに装置があるだろ。なるほど、そのような仕組みが。ドロシー、合図をするからせーので同時に装置の上に立ってくれ。了解です。行くぞ。せーの。すごい。一瞬でこのような場所へ移動するなんて。大丈夫そうだなドロシー。この先に最初の仕掛けがあるはずだから行ってみよう。はい。なんとか勝てたな。はい。それよりも大丈夫ですかキリト。ま、多少はあるけれど。何、この程度の傷大。そうですか。どうか無理はしないでくださいねキリト。ああ、それよりもドロシー、儀式の前行ってみようぜ。はい。ここが儀式の間なのですか。でしょうか。突然体が光に包まれて。召喚の鎧は一体どこへ。何ですかこの格好は一体。落ち着いてくれドロシー。ここ儀式の間ではその格好が正装ってことらしいんだ。正装。このふわふわした服がですか。
何でしょう、鎧とは違ってあまりに無防備です。そりゃ鎧じゃないからな、不安になるのも無理はないけど。キリト、君も服が変わっていますね。ああそうなんだ、俺もこういう格好にさせられる。ああだから何も心配はないよ。あ、そうでしたか。いや驚きました。ん、どうした。君のその服とっても素敵ですね。そうかな。そうですか。召喚はこのような豪奢な衣装を着るのはなんだかとても恥ずかしいですね。いや本当似合ってるって。参ったな、なんだか俺の方まで妙に恥ず。どうかしましたか。いや、それよりも儀式を始めようか。ドロシー、この装置の前で儀式をすることになってる。なるほど、これですか。一体どのような儀式をするのですか。まず装置には二人の手を認識するへこみがあるんだ。見えるか。へこみ？あ、確かに手の形をしていますね。よし、そのへこみから上に、へこみの上にこう手をかざす行動が必要なんだ。ドロシーと俺とで同時に手をかざすことになる。あ、なるほど、わかりました。よし、俺はこっちに、ドロシーはそこに立ってくれ。はい。じゃあドロシー、合図を送るぞ。1、2の3で一緒に手をかざすんだ。わかりました、始めてください。よし、1、2の3。よし、これで成功だ。何でしょうか、これは。全体が光り輝いて。キリト。うん、一旦これを持ち帰るんだ。このキラキラとした宝石をですか。そうだ、その中には大量の神聖力、暗黒界の言葉で言うと暗黒力が詰まってるんだ。それにこの後俺とドロシーで思いを込める儀式をするんだ。そういうことだったのですね。ここでの儀式はこれで一旦終わりだ。戻ろう、ドロシー。はい、そうしましょう。よし、無事に儀式の間からは出てこれたな。あ、よかった。鎧が元に戻っていますよ、キリト。ああそうなんだ、あの衣装は儀式の間にいる間だけなんだ。だからもう安心していいぞ。あ、そうだったのですね、よかった。ずっとあの格好のままだったらどうしようかと。いえ、でもちょっとだけ惜しかったような。ああ似合ってたぜ、ドロシーのあの衣装。
そんな、やめてください、キリト。それに、あれ？キリトも元通りなんですね。なんだ、今更気づいたのか？そうだよ、俺もドロシーと一緒なんだ。そうなんですね。キリトも召喚もあの格好で、しばらく夢にでも見てしまいそうです。お、結構気に入ったのか？そういうわけでは。そうだドロシー、持ち帰った絆の洋蘭だけど、さっき言った通りこの後思いを込める儀式が必要なんだ。はい、伺っていましたが、具体的にはどのような儀式で思いを込めるのですか？つまり俺とドロシーが2人で。はい、二人で寝転がって、こう、なんていうか、一緒にその宝石を抱きしめたりするんだけど。なるほど、卵を温めるような感じですね。お、キリトと召喚の二人で寝転がる？うん、そうなるんだけど。それはつまり、キリトと召喚が二人きりで添い寝をするということでしょうか？うん。おー、これが噂に聞く。なるほど、了解しました。大丈夫なのかドロシー？はい、召喚も楽しみにしています。ああ、うん、そうか。キリト、準備が整ったらいつでも声をかけてください。召喚も準備を整えておきます。それでは早速準備してまいります。大丈夫かな、ドロシー？ドロシー、絆の洋蘭に思いを込める儀式をするんだが。あ、はい、キリト、お待ちしていました。やっぱり緊張してるのか、ドロシー？そんなことありません。召喚は何も緊張していません。いや、思い切り緊張してるだろこれ。まあ仕方ないか。まあまあドロシー、あくまでこれは儀式の一環なんだから。分かっています、これは神聖な儀式です。おお、召喚はシャスター様とリピア様に代わって必ずやこの儀式を成し遂げてみせますから。そうだな、確かに。はい、ですからキリト、召喚は頑張りますから。分かったよ。なんか緊張よりかなり張り切ってる。ドロシー、はい、何でしょうかキリト？ちょっとだけ近すぎるんじゃ。そうなんですか？でも儀式のためには添い寝が必要だと伺っています。そうなんだけど、さすがに近すぎるかな。そうでしたか、すみません。ありがとう、それくらいでいいと思う。わかりました、すみません。サライや孤児院の子たちと添い寝するときはこれくらい近くないとみんなが崩るんです。ああ、なるほどな。いやいや、俺は子供みたいに崩らないぞ。そうですよね、いつもの癖でつい
てっきり添い寝の時もキリトをしっかり抱きしめないといけないかと思ってました。 いやいや そこまでしなくてもいいから。あくまでこの絆の洋羅に思いを込めればいいわけだから。なるほど、それもそうですね。キリトとの添い寝はすごく楽しみだと皆さんおっしゃっていたので。え、みんなとそんな話をしてたのか。はい、なので召喚もキリトと添い寝をすると伺った時は一体どんな風になるのかと緊張もありましたが楽しみでもありました。そうなんだ。楽しみだったんだ。はい、なので今はその夢が叶って嬉しいです。そうなんだ。どうしましたかキリト、先ほどから妙に落ち着かないようですが。え、いや別に何でもないんだ、ちょっと俺の方が緊張しちゃって。そうでしたか、では失礼して。どうしてトロシーさんは俺の頭を撫でているんですか。大丈夫ですよキリト、君はとっても強い男の子です。何も緊張することはありませんよ。よしよしよし、いい子ですから何も恐れることはありません。はい、ドロシーが頭を撫でてる。子供じゃないけど、なんだこの感じは。めちゃくちゃ恥ずかしい。どうですかキリト、少しは落ち着きましたか。むしろドキドキしてきた。いや下手に緊張したらますますこのなでなでが続くのか。よかった、落ち着いてきたようですね。ありがとう、もう緊張してないから大丈夫だぞ。そうですか、よかったです。確かに大事な儀式なわけですから。召喚も緊張していましたし。俺は近すぎたから緊張したんだけど、話は合わせておこう。そうなんだよ、絆の洋羅に思いを込める大事な儀式だからさ。そういえばキリト、一体どのようにして思いを込めればいいのですか。二人で思い出を語り合ったり、迷宮でどんな苦労をしたのか、そういったことを話し合ったりすればいいらしいぜ。なんとそのような話でいいのですか。意外です。というよりキリトと出会ってからは召喚は感謝しかありません。いつも助けてもらってばかりで。そんなことはないさ、ドロシーが人界に来てくれなければ俺は暗黒界との和平がうまくいかなかったと思う。感謝するのはむしろ俺の方だよドロシー。そうでしたか。召喚は全然。元はといえばリピア様の代わりに召喚が勝手に使者になっただけで。それだよドロシー。え？命令違反かもしれないけれど、ドロシーはリピアを危険な目に遭わせたくない、そう思って使者になったんだろ。その通りです。その思いがなければ人界と暗黒界はまだ争ってたかもしれない。俺とドロシーがこうして知り合うこともなかった。ドロシーのその思いはとても立派だよキリタ。あれ、気のせいでしょうか、絆の洋蘭が少しだけ暖かくなったような。ドロシーの思いが込められたってことなのかもな。私の、召喚の思いがこのようなことで。そうだよ、その中に詰まっているのはおそらくこの世界をより良い方向にしたいって思いそのものだ。多分平和を願うドロシーの思いに応えてるのかもな。そのようなことが、嬉しいですね。召喚は争いのない平和が一日でも早く訪れることを願ってます。きっとその思いに絆の洋蘭が応えてくれるさ、きっと。キリト、リアルワールド人の君はこの世界のことを本当に大切に思ってくれているのですね。
ああそうだ、ドロシーと出会ってなければそれも成し得なかった。そんな、相関は何も。いえ、キリトの力になれたのなら、相関も勇気を持って人海へ出向いてよかったと思います。キリト、本当に相関と出会ってくれてありがとう。こちらこそ、本当に来てくれてありがとう、ドロシー。もう朝なのか。あれ、ドロシーは？おはようございます、キリト。起きましたか？ああ、おはようドロシー。先に起きてたんだ。はい、昨夜はそのありがとうございました。え？ああ、いやいや、お礼を言われるようなことは何も。あ、いえ、キリトはこの暗黒界のために召喚と一緒に思いを込めてくれたではありませんか。そうだけど、それは当たり前というか。あ、いいえ、それは誰にでもできることではありません。シャスター様とリピア様に代わって召喚にお礼を言わせてください。わかったから、 あまり大きい声で話さなくてもいいから。すみません。あ、それより傷の洋乱を返しに行く必要があるんだ。そうでしたね。召喚はいつでも行けるように準備して参りますので。ああ、頼むよ。はい、それでは。あ、なんかすごく張り切ってるな、ドロシか。不思議ですね。ああ、この儀式の間では必ずこの衣装でってことなんだ。ああ、君にあらかじめ教えてもらっていても取り乱してしまいました。すみません。いや、戸惑う気持ちはわかるよ。俺だってどうも慣れそうもないし。そうでしょうか。キリトのその衣装、召喚はとても似合っていて凛々しいと思うのですが。凛々しい。あ、いや、やっぱ少し照れるな。それを言うならさ、ドロシーだって似合ってるぜ。え、召喚がですか？からかわないでくださいよ、キリト。いや、素直にそう思うんだけどな。さあ、そろそろ儀式を始めるとしようか。そうでしたね。浮かれてばかりいられません。キリト、儀式はどのようにして執り行うのでしょうか。ああ、まず最初にこの装置へ絆の洋蘭をはめ込むんだ。この装置に絆の洋蘭を。あ、キリト、絆の洋蘭がものすごく光ってます。これはどういうことなのでしょう。あ、大丈夫だ。多分この光は二人で十分に思いを込めたって証だ。このまま続けるぞ。あ、わかりました。よし、次はこの絆の洋蘭をへこんだ箇所の一つに置くんだ。了解です、キリト。
眩しい光がこんなにも。本当に大丈夫なのですか、キリト。ああ、このままで大丈夫だ。次の段階に行くぞ。この装置に二人とも手をかざしたまま一緒に誓いの式句を言う。いいか、ドロシー。誓いの式句ですか？一体どんな言葉でしょうか？そんなに難しくはない。俺が先に言うから、ドロシーは同じことを続けて言ってくれ。俺の名前のとこは自分の名前に変えてくれれば大丈夫だ。わかりました。お願いします、キリト。式句を言うぞ、ドロシー。あ、はい。俺、キリトは刻印の試練を彼女、ドロシーと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。ドロシー、頼む。あ、なるほど、了解です。召喚。ドロシーは刻印の試練を彼、キリトと共に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもドロシーと共に乗り越えてみせます。召喚はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリトと共に乗り越えてみせます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人一緒に誓いますだ。はい、誓います。よし、無事儀式の間から出てきたな。キリト、召喚の衣装はこのままなのですが。ああ、よかったじゃないか。それは儀式を終えた証ってことなんだろうな。そうなのですか？え、この衣装を召喚がいただいてもよろしいのですか？ああ、そうだけど。え、本当ですか？どうしましょう。召喚はこのような格好をめったにしたこともなく、それに召喚だけもらえるのは不公平ではありませんか？どうしてキリトはあの衣装をもらえないのですか？ああ、俺のはもらえないらしい。なんということでしょう。キリトはあんなにも頑張ったのに、刻印の一族は意地悪ですね。いいって。それにドロシーはその衣装をもらってくれよ。毎日着てくれなんて言わないから、その方が俺も嬉しいんだ。え？君がそう言うのなら。あ、本当にお疲れ様、ドロシー。はい、そちらこそお疲れ様でした、キリト。よし、帰ってきたな。キリト、本当にありがとうございました。礼なんていらないよ。俺はこうしたかったんだ、ドロシーと。そんな、召喚は感謝の言葉しかありません。
この儀式を成功に導いてくれて本当にありがとう、キリト。よかったです。これでシャスター様とリピア様もお喜びになってくれるでしょうし。大げさだな。まだ具体的にどんな効果が起きるのかも分かってないのに。それでもですよ、召喚はこの任務に少しでも貢献できて誇りに思います。あのキリト、例えばの話ですが。ん、どうした？もしまたこのような出来事があったら、召喚はキリトと一緒にみんなの力になりたいと思いました。出過ぎた真似を、すみません、今のは忘れてください。いや、わかるよ。俺だって困った人を見捨てられないし、その時はドロシーが一緒ならこんなに心強いことはないさ。はい、キリト。